はい、今日はね、これから大島に向けて出航という形でね、県団体隊長と、河原組 KKK さんとね、一緒に大島に行ってカゴ釣りをしようというところで頑張って行ってみようと思います。これから大島の釣り始まりです。頑張ってきます。初めての大島の釣りです。はい、レンタカー屋さんに到着しました。これからね、荷物をばらして積み込んで、スタートです。で、本当は船は元町に着いてほしいんだけど、元町はとにかく港が風に弱い構造なんで、あっちにいつも着いちゃうんだよね。はい、朝一の、ね、釣りはここ岡田港ね、こちらの方でカゴ釣りをしていこうと思います。風がねちょっと強くってね、どうなるかっていうことなんですけど、まずは試し釣りというような形で、さあ頑張っていきましょう。タックルですが、いつものブルズアイのね、遠藤カゴ用の、竿に、アブの、ね、リールと。で今日は、10号のね、こちらの重りで、12号のね、浮き手というような形で狙っていこうと思います。はい、ハブ港の、ね、入り口の方にやってきました。さっきのところはね、で大きい船が入ってくるからちょっとドキューって警察に言われちゃったんで、こちらの方に移動してまいりました。さあじゃあね、2カ所目、頑張っていきましょう。はい、やっと釣れました。ちっちゃいけどね、なんとか1匹釣れました。こいつですね。はい、はい、1匹釣れました。やったね。はい、釣れました。さっきよりね、サイズアップして大きくなったよね。はい、やりました。はい、ゲットでーす。はい、釣れました。これですよ、これ。これ。これですよ、これ。こんなの釣っちゃった。
これ馬ずらはぎですね。このサイズですよ。40ぐらいですね。私の手のひらが、38か40ぐらい。いや、やりました。はい、ただいまの釣果です。こんな感じです。昼休憩終わった後、夕方から夜にかけての釣りのスタートです。場所はね、午前中と同じ、ハブ港の方に行きまして、またここで、今度はね、アジとかサバを狙ってみようということで、やってみます。やりました。イサキゲットいたしました。やりました。今回初イサキですね。はい、はい、暗くなってきましたので、電気浮きの方にチェンジをして狙っていこうと思います。ありがとうございます。まさにギリギリな。なんとかサバ祭り参加できました。のデクタシー、ね、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ここらで道具片付けて宿に行って、はい、ね、晩御飯の会場に会場移しましょう。はい、了解です。ありがとうございました。マルイチに持ってったの。はい、今日の奥山荘の晩御飯です。いやー。美味しそうですね。いただきます。隊長、今日はどうもいろいろありがとうございました。こちらこそ。隊長のご伝授で、いやいや、何も釣れませんでした。いろいろ私がいろいろ釣らせていただきまして、本当に嬉しいです。私は何も釣れませんでした。釣っていただいて本当に嬉しかったです。私は本当に何も釣れませんでした。ありがとうございます。明日頑張ります。明日こそ、はい、私も頑張ります。釣りたいな。今日はサバ5匹釣ったから。でもね、サバ5匹釣りでまあよしとしてくださいね。ありがとうございます、ね、うん、まあ、明日もありますから、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします、大島公園というところですね。これから海の方に降りてきます。あれがロッチですね。本日午後2時、今日の、ね、釣りの始まりです。今日の、ね、タックルも、まあ、昨日と同じようにね、遠投カゴで狙ってみようと思います。天気はすごく、ね、良くて、ロケーションはバッチリで薄曇りで、まあ、いい感じなんですが、さあ釣れるかどうか頑張っていきたいと思います。
あ、釣れました。なんでしょう、これはメジナですかね。メジナですね。おお、とっとっとっと、抜き上げましょう。せーの、それって、はい、メジナです。メジナが釣れました。ちょっと KKK さんかけました。なんでしょう、何ですか、メジナですか。お、お、あ、メジナですね。メジナが釣れました。おめでとうございます。はい、ちょっと今ねメジナ釣れました。こうでしょ。40弱、38、37ぐらいかな、いい日でした。はい、はい、またねメジナゲットしました。夕方になってからねメジナが頻繁にかかるようになってきました。いや嬉しいですね。ポンって言ってる。おお、すごい。おお、怒ってる怒ってる。やったやったやった。俺が釣ったんじゃないからな。俺が釣ったんじゃないからな。おお、俺のこと恨むなよ。すごいな。いやー、こんなの釣ったの初めてです。いやー、なんかブジブジ言ってますよ、俺。いやー、こんな変な石垣フグ釣りました。いやー、重たかった。はい、夕日がね綺麗な時間帯になってきました。いやー、詳細フグ釣ったらね、なんか疲れちゃったからちょっと休憩しようと思います。はい、やっとね夕方回ってね、イサキが回ってきたみたいです。いやー、やっと釣れました。昨日ね夕食でね食ったイサキがうまかったんでね、絶対釣りたかったんで、でもちょっとちっちゃいな。頑張ります。はい、釣れました。さあ、なんでしょう。はい、イサキですね。はい、夜釣り始めてね、イサキが釣れました。やりました、2匹目イサキ2匹目です。やったね。はい、またイサキが釣れました。やりました、イサキゲットです。はい、イサキまたゲットしました。やりました、5匹目かな。はい、今のね釣果ですが、メジナがね3匹とイサキが5匹です。こんな感じでね、網に入れて、生かしてあります。はい、今晩の晩ご飯すごいですね。特別料理、イサキと、メジナですかね、メジナの、お刺身です。ありがとうございます。で、本日は隊長ありがとうございました。どうも2日目ありがとうございました。いや、もう爆調で、ね、隊長のおかげでなんとか釣ることができまして、私のおかげというか、私はね、もうね最低の釣果でございましたけど、皆さんが釣っていただいて、
私は嬉しいです。ありがとうございます、はい、まあこれに懲りずっていうか、前勝さんは懲りてないから、ね、あの次もまた来ていただいて、はい、次はぜひともドツボにはまってください、ね、そうですね、うん、そんなに甘くはないということで、そんな甘くはない、はい、ね、まあ、分かりました、うん、また次回ね、次回も今後ごちそうを持って待ってますから、翔さん の, あの魚宅もありますからね、はい、ね、わかりました。ここに来れるのはやっぱり選ばれし人だけだからな、うん、はい、ぜひともまた来てくださいよ。はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。